はい、どうもです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。今日はですね、まあ、グラチャでまだ12勝はしてないんですけど、まあ、今この9勝1敗の段階で、まあ、最後の相手ですね、この破壊神バナーという方に当たって、この方は、確かエデジャイデッキとか、まあ、ゴレデッキですね、まあ、まあ、めちゃくちゃうまいプレイヤーで、で、それでまあ当たったんですけど、まあ、今回ペッカースケラですね。はい。そのフリーズバージョンなんですけど、まあ、それで勝つことができたので、動画を上げました。まあ、基本的な立ち回り、まあ、そうですね。普段、まあ、グラチャで12勝を上げるんだったら、まあ、10戦目、11戦目、12戦目で上げるんですけど、まあ、今回はちょっとまあ、中盤あたりの、はい、試合を見ていただければなと、はい、思いました。基本的には、なんて言うでしょう。まあ、このデッキで行ったんですけど、もう初手芸感がすごいですね、これは。まあ、相手がどれだけ上手くても結構遠距離、例えばマスケット重視とか、まあ、ムートとか、まあ、アチャクイとかでもそうなんですけど、まあ、この、まあ、文句1枚あるだけで、まあ、結構初手芸になっちゃうかなといった感じですね。まあ、じゃあ早速、はい、リプレイ解説やっていきたいと思います。最初の相手は、エリゴレデッキですね。まあ、基本的には負けないです。はい。相手がもうめちゃくちゃ上手い人でも、正直エリゴレデッキは自信あります。もうこの時点で終わったかなといった感じですね。もうこうやってリプレイ解説見ると、プレイしてるときは全然、なんとも、まだわかんないかなっていう状態だったんですけど、もうこれ見ちゃうと、もう、はい、終わりですね。基本的にエリゴレ対決はもうこの端前の攻防で全てが、はい、決まります。で、これも正直、はい、ヒラー、ここに出しても、もう意味ないですね、はっきり言って。で、まあ、これで、はい、GG になります。まあ、これはちょっと正直、文句の良さが全然、はい、出てないので、まあ、これはあんまり参考にはならないですね。まあ、ずっと動画では言ってるんですけど、まあ、同じ、まあ、まあ、ミラー対決ではないんですけど、まあ、こういったデッキに関しては、もう、ちゃんと、まあ、手順よく、まあ、ユニットを割かないと、まあ、簡単にやられてしまいます。まあ、次もちょっとまあ、これはま、正直中盤なので、もうちょっとデッキがよくわかんないんですけど、まあ、それでもまあ、簡単に形組んでしまえば、まあ、こちらのもんですね。まあ、今回ちょっと今回のデッキ、相手のデッキもちょっと文句の良さが、まあ、あまり生きないので、まあ、そうですね、ちょっとこれダクネが、はい、インドラ処理してくれたのは大きかったです。で、これ相手スケルトン部隊割いてくれたので、またアドバンテージ取って後ろから展開ですね。まあ、相手は呪文がないので、もうユニットで受けざるを得なくて、まあ、この状況になっちゃうと、もう、どう頑張っても、タワー、もう折れます。はい。まあ、そうですね、これ守ってるんですけど、まあ、結局のところ、まあ、こちらが優勢なのは変わらないので。で、ここですね、ここも頑張って守るんじゃなくて、タワーで受けてユニットだけは残すといった感じですね。っていうのをまず、癖づけとかないと、はい、ダメです。もし、タワーはやっぱり飾りなので、まず、エリゴレデッキ使うと、まあ、
使う上で大事なのはタワーで受ける、まあ、これがまあ基本的なことですね。まあ、これ今回ちょっとトルネードを使って守ってるんですけど、まあ、正直あんまりまあ関係ないですね。まあ、どうせまあキング折ったり、2つ目のタワー折ったりするので、まあ、ただ時間的にはもうこの相手の右のタワーを折ってしまえば、あとはまあ終わりですね。これちょっと有能受け、はい、失敗しちゃったんですけど、まあ、それでも、はい、勝てます。次は、アウトロムートですね。まあ、枯渇デッキなんですけど、まあ、ロケットがないので、まあ、これも正直、はい、相性いいです。で、今回相手は遠距離ユニット、まあ、ムートがいるので、まあ、そういった相手に対しては結構、この文句採用が、はい、光ると思います。まあ、あと、アウトローの、ガールですね。ガールの、遠距離攻撃も、文句で跳ね返してくれるので、まあ、相性めちゃくちゃいいです。で、まあ、ここですね。ここでスキル使ってあげると、はい、文句が、はい、まあ、大砲状態になるといった感じですね。まあ、でもシンプルに、ちょっとこの攻めは、まあ、あんまり良くないです。はい。まあ、こういう風にちょっと前半折られてしまったんですけど、まあ、相手は呪文がないので、まあ、2倍タイムになっちゃうと、もう、こちらが有利になっちゃいます。まあ、サイクルとか、相手は結構、回転で、まあ、攻めてくるので、まあ、こっちは、その回転に対しては基本的にどうしようもできないので、まあ、まずは耐えることが大事ですね。まあ、でも、それでも、耐えれなくても正直、まあ、2倍タイムになってしまえば、もう簡単に、はい、通ります。で、ちょっとこのプリンセスはちょっとうざかったので、まあ、レイジー使って処理ですね。まあ、あとは、まあ、相手としては、もうウォールブレイカー、まあ、バレルウォールブレイカーであったり、まあ、角出しムートで、まあ、ダメージを稼ぐしかないので、はい、もうここでもう相手が置いちゃ、まあ、ムート割いちゃった時点で、まあ、角出しムートはないだろうということで、後ろから展開ですね。これ相手ちょっとまあ、よくマイティ使いは、このようにユニット出すんですけど、まあ、正直ライドラ持ってる、まあ、自分からすると正直これは意味ないです。はい。まあ、意味ないことをやっちゃうとさすがに、まあ、やっぱ勝てないですよね。結構マイティ使いは、まあ、先ほどの攻めをするんですけど、まあ、エリゴレ使いにとってはあんまり、はい、意味ないですね。まあ、これは正直、はい、相性がいいです。まあ、確かに前半これやられちゃうんですけど、まあ、それはそれで仕方ないですね。
やっぱりあのウォールブレイカーに対しては何かしらこちらもユニットそうですキング起動しない限りはもうあの永遠にあの入っちゃうので、はい、しょうがないですこれは。で最後ですね、これまあバナー、はい、今回はペッカスケラーですね。相性としてはまあファルチェに対してはちょっともうこっちはきついんですけど、まあそうですね、きついとしてはファルチェ、フリーズ、まあペッカのまあこの3枚ですね。相手はインドラ入ってるんですけど、まあ正直あのこっちはライドラあるので、まあ相手のインドラがまあまず役に立たないといった感じですね。まあなのでちょっと全体的にはちょっとあんまりどちらが有利不利っていうのはちょっとこれは一概には言えないです。フリーズかけられてしまうと結局のところあの全てファルチェ、まあ、トルネファルチェでやられてしまう恐れがあるので、まあ、かといって相手も、まあ、インドラ持ってるんですけどこっちのライドラに対しては何もできないので、まあ、そうですね、ちょっと自分視点から見ても客観的に見てもちょっとこれは、まあ、なかなか、まあ、断言はできないですね。まあ、ただもうせっかくこういう上手い人なので、やっぱり、こう追い込まれても、最後のワンチャンの通し方っていうのをすごい、よく分かってますね。もうかなりきつい場面でこっちが勝ったなって思っても、最後これもしかしたらやられるかもっていう状況まで、追い込んでくるので、まあ、今回はちょっとたまたま勝ったんですけど、ちょっとそういった、なんていうでしょう、こう、ワンチャンの指し方っていうのを見ていただければ、はい、いいと思います。下手な人は基本的にもうそういったのが、もうすごい皆無なんですけど、やっぱこういった上手い人に限ってはもう常に気抜いちゃうと、そこでやられてしまう恐れがあるので、まあそうならないようにこちらも気をつけてはいるんですけど、やっぱりちゃんと警戒しないと、はい、いけないですね。まあ動画でも言ってるんですけど、やっぱりこう、まあ上手い人とか、まあプロの人は、やっぱりこう、相性を覆す力だったり、こう、ワンチャンを通す力を持ってるので、まあ一概に本当にまあエリゴリデッキなんですけど、こちらも、まあその攻めてるやっぱり逆サイドはやっぱり常に警戒しておかないと、まあやられてしまいますね。で、ここなんですけど、相手フリーズ持ってるので、もうユニット追加は、はい、なしです。もう絶対このようにやられるに決まってるので、もう一回後ろからですね。ここうまいですね。形組もうとした瞬間にこういうふうにスケラー飛ばしてくるので、やっぱりちょっと、もう安易に形は組めなかったですね。まあ、常にこう逆サイドを見ながら形を組んでる感じですね。まあ、ただ、まあ、中途半端に形組んでるので、まあ、こちらも正直なかなかやっぱ通んないです。やっぱりまあファルチェとフリーズ、まあ、トルネードな、まあ、トルネードがあるので、まあ、なかなかやっぱゴリ押しは難しいですね。まあ、だから見てもらったら分かる通り、相手もこれはきついです。で、ここですね。これ自分がヒーラー、はい、出しちゃったせいで、すごい危ない試合になっちゃったんですけど、これもしかしたらインドラでタワー焼かれてたら終わってたかもしれないです。はい。といった感じですね。まあ、基本的に上手い人はまあこういう風にまあ、どんだけ追い込まれても、まあ、最後の最後、やっぱり刺しに来るので、まあ、そこの、まあ、負け筋を潰してあげるのが、まあ、本来、まあ、自分の理想とするプレーなんですけど、まあ、今回の試合に限っては、ちょっと、まあ、最後のヒーラー追加は、はい、いらなかったですね。まあ、それをしてしまったことによって、まあ、もしかしたら負けるかもってところまで、追い込まれてしまったので、まあ、これはちょっと反省ですね。まあ、本来まあ、この人は、まあ、ゴレとかゴレとか、エレジャイデッキですね。が、すごい上手い方なので、全然本来とは違うデッキだったんですけど、まあ、やっぱり上手かったです。もう他の人だったら、出してるだけで簡単に勝てちゃうんですけど、こういう人とやると正直やっぱり、相性を取らないと、まあ、絶対勝てないって感じですね。は
はい、今日の動画は以上になります。またそうですね、ちょっとグラチャで12勝したら、動画上げていくので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。